午後11時を回りました。今夜は生放送でお届けしておりますラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド。改めましてこんばんは、ラブライブサンシャインアクア黒沢ルビー役の振畑愛です。黒沢大役小宮ありさです。津島よしこ役小林愛香です。この時間からは IBC 岩手放送でお聞きの方にもお付き合いいただきますよ、うん、それではここで皆さんからのリアルタイムのリアクションをご紹介していきましょう。はい、ラジオネーム鉄鉄哲也さんからいただいております。ありがとうございます。生放送楽しい。ツイッターやメールでリアルタイムでつながれるの良きです ね。定期的にやってほしいな。やってほしいです。日本放送さん、やります。あの、ちゃんとタイムやるんで、お願いします。やりたいっす。お願いします。はい、じゃあ続いて読みますよ。食い気味だった。はい、ラジオネーム、陽光台四丁目さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。主家の好きなところ。お、うん、引っ張るね、うん。うん。すぐふざけるくせにかっこいいところ。ああ、ふざけるくせに。わかってんじゃん。言われようだ。わかってんじゃん。でも確かに大事なとこさ、バチって決めるもんね。そうなんだよね。ずるいよね。ライブの時とかね。この間のライブとかめっちゃよかった。そうなんだよね。本当に。やっぱ踊りがうまいからね。そう、最高っす。見せ方上手ですよ。で、はい、どんぐりさんからも来てます。はい、ありがとうございます。この後は虹ちゃんだと。おう、そうなんですよ。そうだよね。もう早くも1時間が経ったんです、生放送。早い。でも虹ちゃんターンですよ。早いもので。うん、ね、もう待ち構えてます。はい。はい。さっき、振畑さん緊張してますって言われて、私もちょっとマジでごめんねって、本当に思って。ね、ちょ、結構足を引っ張るタイプです。ごめんなさい。頑張るからね。頑張ってます、頑張ってます。頑張るから見てて、見ててよ。ということで皆さん、引き続き、番組宛てのメールと、ハッシュタグ、ラブライブ ANN をつけたツイートをお待ちしております。それでは、ここからはいよいよですね、ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のメンバーに登場していただきましょう。皆さんこんばんは、上原あゆみ役アグポンこと大西あぐりです。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんばんは、中須霞役の相良萌です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、にじちゃんが来てくれたわけなんですけど、はい、生放送もね、お得意なお二人ですから。いや回しも得意なお二人ですから。そんなことないです。ごめんなさい、本当に。怖いって。緊張してる姿も可愛いなと思って。違うのよ。本当に映っちゃうったなって思って、申し訳なかったな。すいません。だからもう二人が、いらん余計な一言を。全然結構言ってください。もうバカず踏んでる二人だから、私も安心して生放送もうやられたらなと思ってるんですけど、ということでここでリアルタイムのメールいただいておりますのでご紹介しますね。はい、ラジオネーム、高町さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんばんは、しょいときめきオーライ。こんばんは、しょいときめきオーライ。わちゃわちゃがいつも以上でとっても楽しいと。やるときはやるよね、うん、というふうにいただきました。やるよ。ごめん、アクアがちょっと怒ってる。やるよ。ありがとう。そしてラジオネーム青カエルさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。生放送おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。初めてメール送ります。リアルタイムカスカスカウンター最高です。カスミンです。素晴らしい。もう溜まりましたね。今どこが、ね、どれがと思いました。なんかすごかった。ね、難しいんで、ね、もう一発芸みたいな。で、いや一発芸。確かに。決まりましたねみたいな。伝統芸能ぐらいの勢いあるから。すごいよ。すごい素晴らしいですよ。今日もいっぱい決めていきます。ということで、このお二人を交えてですね、こちらの、うん、コーナーをお届けしたいと思います。どうぞ。せーの。トリプルランナーズ。本当にやっちゃった。そう、ごめんなさいね。生放送ならではみたいな感じで。水ヶ崎学園スクールアイドル同好会の皆さんにも3つのホットなトピックスを紹介してもらいます。準備は私は大丈夫です。よろしいですか。私たちも大丈夫です。大丈夫です。はい、それではまずはトピックスの紹介をお願いします。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会フォースライブラブザライフウィーリブ無事終了。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会フィフスライブ開催決定。4月からラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会テレビアニメ2期放送開始。おー、盛りだくさん。ねえ、虹ちゃん
たちもどれも盛りだくさんね、ということで、うん、それではまずまず一つずつお話を伺いしていきましょう、うん、ということで、はい、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会フォースライブライブザライフウィーリブ無事終了ということで、虹ちゃんもね無事終了。いいですか。ラブ、ラブ、ラブ、ライフ、ウィーリブ。やばい、怒られる、怒られる。やばい、怒りません。やばい、行くよ。ラブ、結構、難しいんで。ね、ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、フォースライブ、うん、ラブ、ザ、ライフ、ウィーリブ、うん、無事終了。言えましたブースの外の方々の優しい、優しい現場でお届けしてます。ごめんね。ということで、2月26日と27日に、京セラドーム大阪にて行われたと、はい、ね、すごい参加してくださった皆さんもきっと楽しんでくださったと思いますけども、うんうんうん、ね、素敵な空間だったと思います。どうですか。ありがとうございました。本当私たち初めてこう今まで、うん、地方で公演っていうのがまず初めてだったので、うんうん、関東圏から出たことなかったんですけど、うん、初めてこう関西大阪で、うん、なんか雰囲気違った、うん、いやー、なんかテンション上がりましたね。でもやっぱりなんかこう今までの感じと違って、みんなでそれもその大阪に向かう時からすごい楽しくて、うん、あ、向かう新幹線とか、はい、あー、そっかそっかそっか、確かに確かに、なんかオフショットとか見たけどすごい楽しそうだったどうだった、アグポンも。いやー、まあ、こういう状況とかもあって、なかなか、こう、外で大阪を満喫みたいなことはできなかったんですけど、うん、こう、差し入れとかで、うん、たこ焼きとか、うんうんうん、そういう、地方のものを食べれたのはやっぱ嬉しかったですね。うん、めちゃめちゃ美味しかったです。あ、よかった。よかったです。ということで、それでは二つ目のトピックスを掘り下げてまいりましょう。うん、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会フィフスライブ開催決定。ありがとうございます。もうですか、フィフス。早い、早いね。疲れちゃう、うちら疲れちゃう、スやってる、ね、早いね。虹ちゃんたちもどん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 ライブを重ねて、ね、うん、素敵なものがね待ってるということで、わ、おめでとうございます。ありがとうございます。開催ね、素晴らしいですよ。こちら2022年開催予定ということで、うんうんうん、もう今年、はい、フィフスライブを開催させていただきます。ね、うわぁ、どんなライブになるのか。前回が本当に盛りだくさんでお腹いっぱいになっちゃったから。うん、フォースライブの最初のさ、はい、どん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 メンバーがさ、登場してくるシーンのさ、うんうん、ミヤちゃんとランジュちゃんのさ、はい、こう、横から出てきて、だん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 合流してくるの、めっちゃなんかすごい良かった。ありがとうございます。私たちもすごいジーンと来ちゃって、ね、もうその演出から。うん、だから、よりなんか、こうチーム感が出た、うん、こう、虹ヶ崎の姿をフィフスライブではね、お届けしたいなって思ってます。うわ、うん、ワークね、楽しみですね。と、うん、いうことで、ライムさんから来ております。フィフス、楽しみすぎると。あ、ね、ありがとうございます。ねフォースでの期待値が、うん、まあ、ぐっと上がってますから、うん、フィフスどんな風になるのかね、ぜひ皆さん期待してていただければなと思いますよ、うん、よろしくお願いします。はい、そして3つ目のトピックスです、うん、4月からラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会テレビアニメ2期放送開始。ありがとうございます。ついについにと言いつつですよ、来週ですか、はい、はい、もう、もういよいよ来週、もう4月2日土曜日から、東京 MX BS11 他にて毎週土曜日22時から放送されます、バンダイチャンネル、 LINE ライブ、 YouTube ライブでの同時ライブ配信も予定しておりますので、皆さん一緒に見てください。お願いします。そして YouTube の方にもですね、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会テレビアニメ2期番宣 PV もアップされておりますので、うんうん、ぜひ見ていただけたら嬉しいです、うん、見た、あ、見た、うん、気になるねランジュちゃん結構出てくるし、そう、勢いよく、ね、そうなんです。そうなの、どんな風にね、一期があの形で終わったから、うん、どんなお話が展開されるのかがすごい気になるんで、うんうん、ぜひ皆さん番宣 PV も見てちょうだいな。で、竹馬さんからも来ております。カレー食べながらテレビアニメ2期見ます来てますありがとうございます。なんか不思議な、はい、ですね。そしてそして、テレビアニメ2期の放送に向けて、うん、明日、はい、3月の26日13時15分からアニメジャパン2022内のステージにてテレビアニメ2期放送直前スペシャルステージを実施しますということで、うん、こちらが公式 YouTube チャンネルでの配信も予定しておりますと。え、これは
アグポン出るの。そうなんです。アグポン出ます。はい。アグリ出ます。京都、明日と。京都、明日と。はい。あと一緒に、矢野ひなきちゃん、木戸あかりちゃん、前田香織ちゃんも一緒に出演します。豪華な面々で。はい。バチャバチャ楽しもうと思います。そして、そして、テレビアニメ2期のオープニング主題歌、こちらもリリース決定ということで。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらが何日ですか？4月の20日？ 20 日です。うん、4月の20日に、オープニングが、うん、そしてエンディングが4月の27日と、怒涛のリリースですね。はい、うわー楽しみですね。うん、そして、それぞれセブンネットさんでご購入していただくと、限定特典として、L 版ブロマイドがついてきます。詳しくはセブンネットさんをご確認ください。うん、よろしくお願いします。そしてなんとあさって3月27日の20時からは、うん、東京 MXBS11 にて、2期放送直前特番虹学ときめきナビが放送されますので、うん、こちらも各配信サービスでのライブ配信予定しております。テレビアニメ2期に備えてぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。こちらにもゆちも出演します。はい、私も、ね、アグポンも、はい、一緒に出演してます。本当に2人は大変ね。そうでもありがたいことだなって思ってます。あ、そういうことだったんだ。26日アグポン、27日まゆちと私とアグポンも一緒に。アグポンもいます。アグポンいっぱいだよね。アグポン2日連続でもこれは収録したものなので。でももうすごいね、本当に虹ちゃんたち頑張るなということで、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会に関する詳しいリリース情報やイベント情報などはですね、公式サイト、公式ツイッターよりご確認ください。お願いします。お願いします。ではでは、ここから皆さんから届いたメールをはがきご紹介していきましょう。じゃあアグポン、はい、お願いします。まずはラジオネーム村上夏美ちゃんからです。あ、出た。本物だ。ここに流れ来てるよ。二次学キャストのステージ裏などでの、うん、目撃情報、うんうん、アグリって矢印が書いてあって、うん、炎が出る演出の中のパフォーマンス後はけてきた時、炎のおかげでステージがあったかかったと言ってたのがなんだか可愛かった。それは可愛いね。眉矢印、本番前はご飯をもりもり食べ過ぎないように気をつけているところが可愛いとのことです。アリちゃんと一緒だね。ありがとうございます。うちのアリちゃんと一緒だ、ね、一緒だ、ありさと。恥ずかしい、なんか、こんな。ちょうどこの冬で寒かったんで、うん、だから多分アグポンも炎で温まってきた。そうですよ。結構やっぱあのリハーサル中とか、うん、結構なんていうんですか、冷房とかいろいろ換気とかもあって、うんうん、寒くて。なんかかっこいいとかよりも先にあったかいっていうのが嬉しくなっちゃいました、ね。暖を取れるっていうのが。暖を取れました。いいよね。大事大事。演出と暖を取れるっていうのが、ね、この最高でした。ねえ、というところでございました。はい、はい、じゃ続いてのメールが来てるそうなんです。はい、こちらも読んでいきたいと思います。ラジオネーム、矢野ひなきさんからいただきました。これは、これで、こちらもご本人からですかね。皆さん、こんばんは。高崎優役の矢野ひなきです。あぐりとまいちがお邪魔してるということで、初めてお便りを送らせていただきました。二、うんうん、人は仲良くしてるかな？笑い。どういうこと？どういうこと？バチバチされてるかな？なんかこう、ひなきちゃんとアグポンが一緒にやってるラジオがあるんですけど、うんうんうん、こう、そこに乗り込んだ時に、ちょっとバチバチひなきちゃんの取り合いをしてて。二人で。なんで今日は仲いいかなって多分心配してますね。ウケる。仲良くしてますよ。はい、さて。仲良くしてますよ。さて、いよいよ虹ヶ崎のテレビアニメ2期の放送が近づいてまいりましたね。うんうん、2期からは13人が登場するので、一人だけなんて選べないよとまた言ってしまいそうです。うん、でも言ったら二人から痛い目線をもらいそうなので、ぜひ選べるようにアピールしてくれたら嬉しいです。とのお便りいただきました。いいね、リアルと本当になんかいいね、寄ってて本当みんなそれぞれ。いやでもやっぱうちのかすみちゃんをやっぱ一押しにひなきちゃんになってほしいですね。やっぱ可愛いですし、うん、あとコッペパン作るのも上手ですし、やっぱもう先輩好き好きって、ゆう先輩好き好きって懐いてるんで、ぜひ可愛がってあげてほしいです、ひなきちゃんね。そうだよね、うん、アグポも負けじと言った方がいいんじゃないの。でもバチバチ、幼馴染みなんで、幼くても強いんすよ。もう友情は深いんですよ、うん、私たちの、うん、もう出来上がってる。ひなきちゃんと私もだし、あゆむちゃんとゆうちゃんもだから大丈夫です。幼くてもね、きっと選んでくれるんですよ。最後にアピールせずとも余裕が、余裕を見せてますね。そうです。もっとカスカス言った方がいい。カスミンです。うまい、すごい。カスミンです。うまい。目が本気だよ、うん、ね、今日さ、なんか二人さ、ちゃんと自分のメンバーからの、うん、
服を着てて、私はそれは意識してなのか無意識なのかどっちなんだろうって思ってた今日。無意識で着てきて、愛が強いよね。私もたまたま本当に黄色着てました今日。わあ、ね、無意識だって。無意識で。あ、でも、あ、キャンも、うん、うんと、うん、グレー、うん、グレーっぽいかなと思って選んだ。絶対嘘。あ、もうね、ひなきちゃんありがとうね、本当にね。新たな一面が見れたので、これからも仲良くしてね。はい、ということで、皆さんたくさんのメールおはがきありがとうございますです。引き続きですね、メールおはがきお待ちしておりますよ。それではここで一曲お届けしたいと思います。曲紹介をお願いします。はい。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会12人で歌う LLL Love the Life We Live です。はい、うん、ですね、まあ、こちらの楽曲は、私たち虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会が、まあ、9人からまた12人になりまして歌わせていただいた楽曲で、本当に何だろう、こう人数が増えて、またそのメンバーのまた個性とかももう爆発してると思いますし、もうなんかメロディーとかも聴いてるとすごい感動しちゃうんですよね。で、しかもフォースライブを終えたばかりなので、ね、その、うん、この曲に対する思いがまた膨らんできてるような感じがしますね。ああ、じゃあ参加してくださった皆さんはきっとね、うん、エモーショナルな気持ちになっちゃうんじゃないかなと思っております。うん、それでは改めて曲紹介をお願いいたします。はい、それでは聴いてください。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会で LLL!Love the life we live!